米国時間6月22日、ヘビメタルバンド、パンテラのドラマーで結成メンバーだったビニー・ポールが54歳で他界した。今の時代に彼らの楽曲を聴いても驚異的な90年代のアルバムであり、滑らかでや、いながら過酷なサウンドを生み出し、それが次世代のサウンドの基準となった。ビニー・ポールがバンドと共に90年代のヘビメタルサウンドを革命的に変えた軌跡を振り返る。あの時点での俺たちは一組の戦隊だった、と、2012年のローリングストーン誌のインタビューで、1992年にリリースされた、俗悪、バルガディスプレイオブパワーを振り返りながらビニー・ポールが語った。このアルバムはローリングストーン誌が選ぶ最高のメタルアルバムで10位に入っているほど、その後のメタル界に大きな影響を与えた作品だ。同インタビューでポールはこう続けた。俺たちはそれぞれの一番良い部分を引き出したし、アルバムを作るごとに俺たちの音楽という山脈の標高がどんどん高くなった。極悪の後、俺たちは、脳殺、ファービヨンドドリブンを作る必要に駆られたのさ。あのレベルに行くのが自然だったし、それがアルバムタイトルにも現れていた。アルバムをリリースするたびにハードさとヘビーさが増すことを自慢げに話すの。はメタルバンドにありがちだが、パンテラの場合はその言葉に嘘はなかった。彼らが90年代に出したアルバム、つまり1990年の、カウボーイズ・フロム・ヘル、カウボーイズ・フロム・ヘル、1992年の、俗悪、1994年の、脳殺、この作品はビルボード200で1位を記録し、ローリングストーン誌が選ぶ最高のメタルアルバムに、も入っている、1996年の、鎌首、ザ・グレート・サザン・トレンド・キル、で、このタイトなメタルカルテットが自力で到達したのは残忍性と攻撃性の新たな高みであり、同時に進化の過程でメタルという音楽の基準をどんどん引き上げていった。連中が全部変えちまった、と、ザック・ワイルドが2014年にビルボード誌で語っている。音楽の方向性という点だけじゃなくて、レコードのサウンド自体も激変させた。プロダクション面だと、パンテラのレコードこそがエクストリームメタル界の T 型フォードってことだ。つまり、このスタイルのレコードはこのサウンドみたいに作らないとダメ、という手本。ドラムはあのアルバムのようにレコーディングして、ミックスする必要がある。そうしないと、ギターとベースの合音の壁に阻まれて聞こえない。と。もちろん、ビカミング、マウスフォーウォー、マウスフォーウォー、プライマルコンクリートスレッジ。プライマルコンクリートスレッジに合わせてヘッドバングしたファンなら納得のはずだ。あ、彼の弟ダイムバックダレルのギターが奏でる異次元の閃光、ボーカリストのフィル・アンセルモの血管が浮き出るほどの絶叫がパンテラの攻撃性の重要な要素で、すべてを統合する役割を担っていたのがポールのパワフルなドラミングだった。ポケットにズバッとはまったプレーを続けながら、一軍のボートの足音のような、轟音を響かせて、バンドのグルーブメタル的なアタックを形成していた。さらに、最高のサウンドに対するポールの飽くなき探求が、彼と長年のプロデューサーのテリー・デートに、ポールの B と同様に限界を常に超え、聞く者に畏怖を覚えるほどのドラムサウンドを作り出させたのである。
ちなみにテリーデートはアルバム、カウボーイズ・フロム・ヘルから、鎌首までをプロデュースしている。やってもいないのに、ドラムをサンプリングしているっていつも叩か。出ていた、と、デートが2005年にリボルバー氏で語った。本当に一度たりともそんなことはしていなかった。あのドラムサウンドはすべて細心の注意を払って厳選したサウンドで、あのサウンドを作るために本当に必死に作業したんだ。そして、サウンドが決まると、もちろん、演奏も完璧になるまでプレイし続けたよ。もともとパンテラの楽曲はダレルのギターリフから生まれていたが、ポールのドラムビートがあまりにも凶暴で、それにインスパイアされたダレルがビートを機に曲を作るようになった。ビカミングが生まれたきっかけは、脳札のレコーディングセッション中にポールがダブルストロークのバスドラムパターンをあれこれ試していたことだった。俺は何も考えずに、ドラムソロに使えるかも、ぐらいで叩いていただけ。だった、と、2014年にローリングストーン誌でポールが述べた。そのパターンの一つを聞いたダイムが突然やってきて、ちょっと待って、俺、ギター持ってくるから、って。そこで新曲が完成したのさ。ポールとダレルの父親ジェリー・アボットはカントリー界で有名なソングライター兼レコードプロデューサーで、兄弟はレコーディングスタジオを遊び場に育ったこともあり、彼らの音楽的な結びつきは兄弟愛と同じくらい強かった。パンテラのレコードのエンジニアリングとプロダクション面でデートと緊密に作業していたポール、2000年のパンテラの最後のアルバム、撃鉄、ラインベント、リング・ザ・スティールの共同プロデューサーとしてクレジットされた、は、弟のギターソロのレコーディングセッションに常に同席していたのである。ダレルが演奏している間、ビニーがいつもテープデッキを操作していたよ、とデートがリボルバー氏に語った。だって、ダレルが再生し直してパンチインしたかったり、ちょっとした修正をしたかったりする場合、僕には説明しなきゃダメだ。けど、ビニーだと、ランディ・ローズのとこ、もう一度、とか、ヴァンヘイレンっぽいとこ、もう一回、でわかるからね。あの兄弟は同じ音楽を聴いて育ってきたし、ある意味で二人で一人的なところがあるし、言葉にしなくてもわかり合える。何か違うと思えば、顔を見合わせるだけで理解できるんだ。それに、彼らのすごいところは、少なくとも僕は一度も喧嘩しているのを見たことがないってことだよ。彼らと一緒にあれだけ長くいたのに、たった一度もないし、兄弟にありがちな小競り合いすらなかった。あの兄弟は、僕が知っているどんな兄弟よりも仲が良い。逆に仲が良すぎて怖いくらいだった。いつも彼らVS世界って構図だったからね、と。2年間の無活動の後、2003年にパンテラは散々な状態で解散した。しかし、アボット兄弟は歩みを止めることなく、ダメージプランを結成して前進する。元ハルフォードのギタリスト、パトリック・ラックマンをボーカルに、ロバート、ボブ・ジラ、カカハを米、スに迎え、2004年に、ニューファウンド・パワー、ニューファウンド・パワーをリリースした。このアルバムはラックマンと、撃鉄の共同プロデューサー、スターリング・ウィンフィールドと一緒。リポールとダレルがプロデュースを行い、音楽的には全バンドのグルーブメタルを継承していた。
ダメージプランがライブを行う会場は、パンテラ全盛期と比べるとかなり小規模になった。とはいえ、アボット兄弟がライブで見せる熱量はアリーナ公演のそれと大差なかった。しかし、突然の悲劇によって、2004年12月8日、兄弟の絆は永遠に引き裂かれた。オハイオ州コロンバスにあるアルロサビラでのライブ中にファンの一人がダレルを銃殺したのである。この事件の犯人の元海兵隊員姉さんゲールは銃を乱射して3人を殺害し、最後は警官によってその場で殺された。自分の目の前で弟が殺害されるという事件の後で音楽活動を再開するのは本当に困難。だったはずだが、ポールは2006年にヘルイェーとして音楽シーンに戻ってきた。マット・ベーンとナッシング・フェイスのメンバーを有するヘビメタルのスーパーグループが、このヘルイェーだった。ポールはパンテラのレガシーの保存と公開に大きく関与していたが、パンテラの再結成に、は一度も興味を示さず、ヘルイェーのレコーディングとツアーに意識を向けていた。俺たちはアルバムを5枚出したから、そろそろこのバンドのレガシーを発展させる時期だ。と思う、と、2016年のローリングストーン誌のインタビューでポールが述べている。これはヘルイェーのアルバム、ウンデン、エーブル、リリース直後に行われた取材で、ポールはこんな風に言っていた。最初はどっちつかずの態度で様子見していたファンたちが、今はバンドを本当に受け入れてくれている。俺たちが演奏すると一緒に歌ってくれるんだ。それに、ミート&グリートは活気に溢れている。あと、パンテラはいつ再結成するの?という質問も申されなくなった。そういう時期が長く続いたから、今の状態になったことが本当に嬉しいんだよ。みんな、これが今の俺だって理解してくれたのさ。2017年10月、ヘルイェーは6枚目のアルバムのレコーディングをもうすぐ始めると発表した。6月22日にポールが急逝してしまった現在、このアルバムがどうなるのかは明らかになっていないが、ヴィニー・ポールが子の世にいる間に、ヘビーミュージック界に永遠に消えない印、メタル的には、青あざ、か、を残したことだけは確かだ。そっちでもグルーブし続けてくれ、ビッグビン。本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。